フランソワ・ビヨンは15世紀フランスの詩人である。中世最大の詩人とも最初の近代詩人とも言われる。1431年にパリ市内で生まれたとされる。父母とは幼少時に別れ、親類であったギヨーム・ド・ビヨンという名の聖職者に引き取られた。この時期からビヨンの姓を名乗り始めた。ギヨームの援助もあってパリ大学に入学して同学を卒業したものの、 在学時より売春婦やならず者といった輩らと行動を共にしていた。1455年に乱闘騒ぎで司祭を殺してしまい、パリから逃亡して安住近郊の窃盗団に加わる。その後再び罪を得て1461年にオルレアンのマンシュール・ロワールの牢獄に投獄されたが、恩赦により出獄。1462年、インバヤドで強盗。 障害事件を起こして投獄され、一時は公刑宣告を受けたが、10年間の追放刑に減刑されて1463年にパリを追放された。その後のビヨンの消息に関する記録は一切ない。なお、フランソワラブレイ作の ファンタグリュエル物語ではビヨンがパリ追放後にボアトゥへ移り、同地の修道院で引退生活を送った様子が記されているものの、史実に基づくものではない。ブライ、放浪の生涯であったが、近代的とも言える施策を残した。作品集として、形見の歌、遺言集など、個別の詩では、バラードデディムズ・ジュタン・ジェイリスが、ビヨンの施策の中でも、特に名高い。ありがとうございます。